うさぎゆは、日本の女性アイドル、YouTuber。女性アイドルグループ、終演後物販、青春高校3年 C 組アイドル部、ハイスクールベイビーの元メンバー。中華人民共和国福田手賞出身、ミスアイリー2018グランプリ。2021年1月、うさぎゆ太をおに改名、キュルリンってしてみてに加入。中国とインドネシアのクォーター。 中学生の時に来日し、言葉の問題で馴染めず、辛い思いもしたが、アニメやゲームといった趣味を通じてできた友達に救われた。2017年、終演後物販に加入。7月8日、アイドル横丁夏祭り。2017でデビュー。2017年11月3日に行われた、ミス ID フェスティバル2018でミス ID2018、グランプリを受賞。 人民も日本版の報道では留学中と表記された。12月27日に終焉後物販を脱退。2019年3月から中国語を活かした YouTube 配信を行い配信系の事務所に所属。2019年5月20日より青春高校3年 C 組に入学希望者として出演し合格。5月27日よりクラスメイトとして出演。 出席番号は43。6月13日の放送分にて、アイドル部の新ユニット、ハイスクールベイビーに加入した。2019年7月29日、新木場スタジオコーストで行われた、ガールズフェスタ TGCT2019 サマーに出演した。2020年12月27日、青春高校3年 C 組卒業をツイート。年月日、 うさぎゆうたおに回目、キュルリンってしてみてに加入することを発表。デビュー前の2016年11月、ミス ID 実行委員長の小林つかさは、横浜で、ザ・アイドル・フォー・マーリーのウン・アーズ・レディ・ベイビーのリリースイベントを観覧していたうさぎゆうに、ミス ID、出ませんかと声をかけている。小林は、このように声をかけたのは、初めてだったという。 その場面に遭遇した友人の一人が後に一緒に終焉後物販に加入する流遊家で柳はミス ID2018 のエントリーシートで本当に可愛いだけじゃなくて人と違うオーラがあるし一瞬見ただけでわかるのと本当に不思議でしたと記している。ミス ID 応募時のプロフィールでは3サイズを B777W77H77 としていた。 エントリーシートでは、名前も、あいうと適当で、写真とのギャップに先行委員の空想をかき立てたという、終演後物販として、青春高校アイドル部として、うさぎゆうたを、https、youtube.com、チャンネル、uc3bitlmp01 ヒット6やジタムキュ、という、youtube チャンネル、ありがとうございます。